さんこんにちは。情報通信研究機構宇宙天気ニュースキャスターの水間智美です。8月18日から24日までの週間宇宙天気ニュースをお送りします。太陽活動は8月18日と21日から23日にかけてやや活発となりました。それ以外の期間は静穏でした。太陽風、地磁気、電離圏はおおむね静穏でした。それでは詳細情報です。まず太陽活動です。太陽活動は8月18日と21日から23日にかけて活動領域1271、1272で C クラスの小規模フレアが数回発生し、やや活発な状態となりましたが、それ以外の期間は静穏な状態でした。現在太陽面にある活動領域1271の面積は縮小する傾向にあります。またいずれの活動領域も磁場構造は単純な形状をしているため、今後の太陽活動は静穏となるでしょう。次に太陽風、地磁気です。地磁気活動は静穏な状態が続きました。18日から22日にかけて太陽風速度は秒速 300km 台から秒速 400km 台で推移しました。その後23日から24日にかけて太陽風速度は秒速 500km 台へ上昇しました。この太陽風速度の上昇は20日に太陽面の子午線を通過した高速な太陽風の吹き出し口であるコロナホールの影響によるものと考えられます。現在太陽面の子午線付近にコロナホールがありますが、このコロナホールは小規模なため地磁気への影響は小さいと予想されます。今後とも地磁気活動は静穏な状態が続くでしょう。最後に電離圏です。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層、スポラディック E 層は東京、鹿児島、沖縄でほぼ毎日発生が確認されました。電子密度が最も高い領域、 F 領域の電子密度は21日の夜に沖縄でやや高め、22日の朝に東京以南の地域でやや高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は22日の朝に中低緯度の地域でやや高め、夕方に日本各地でやや低めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。今後とも太陽風、地磁気は静穏な状態が予想されるため、電離圏も静穏でしょう。続いて今週の豆知識のコーナーです。太陽黒点。白色光で太陽を観測したとき、黒いほくろのように見えるところを黒点と呼びます。黒点は磁場が強い場所で、太陽表面の爆発現象である太陽フレアを発生したりする活動が活発な場所です。黒点が黒く見えるのは黒点の温度が周りに比べて低くなっているためです。これは黒点の強すぎる磁場が太陽内部から表面へのエネルギーの流れを妨げているためです。黒点の寿命は1日から数日程度の短命なものから数ヶ月を超えるものまで様々です。望遠鏡を使った黒点の観測は17世紀の初めにガリレオによって始められました。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は9月2日の予定です。